皆様こんにちは。東京都府中市にあります花郷園フラワーアテンダントの野口貴子と申します。2月になりましてクリスマスローズシーズンの到来でございます。皆様のご自宅のクリスマスローズいかがお過ごしでしょうか。今年も日本クリスマスローズ協会の主催2大イベントの開催がございます。第1弾目は神代植物公園になりますが、2月の7日火曜日から12日の日曜まで神代植物公園の植物会館での開催でございます。今年で26回目。会員の皆様の作品の展示、そして花郷園野田園芸横山園芸の販売株の即売会、そしてグリーンホビーさんの草苗クリスマスローズの販売もございます。お時間は9時半から16時半となっております。植物園の入園料はございますが、イベント会場への入園は無料でございます。公園の春の息吹を感じがてらぜひお出かけください。そして第2弾、こちらは池袋サンシャインシティでのクリスマスローズの販売会となります。今年はクリスマスローズ店の入園料が無料となりまして、場所も地下1階の噴水広場の先にありますスペースでございますので、駅からのアクセスもしやすく、入園料入場料もかかりませんので、多くの皆様にお買い物のお越しいただける大変アクセスのしやすい場所となっております。2月の17日18日こちらは金曜日と土曜日の2日間になりますので、どうぞお間違いのないように。こちらでも野田園芸さん、横山園芸さん、花郷園の販売株、そしてグリーンホビーさんのもの、またその他様々なグッズの販売などもございますので、ぜひお出かけください。また目玉としましては、無料のセミナークリスマスローズまるっと無料セミナーが2日間ともに開催でございます。こちらは噴水広場のところで開催となりますが、土日ともに4本のクリスマスローズのセミナーがございます。11時から11時半、野田園芸野田宇一郎理事によるクリスマスローズの育て方です。野田さんといえばクリスマスローズ業界の重鎮でございますが、大変パワフルな方で、クリスマスローズの育て方をとくとお聞きいただければクリスマスローズの全貌が見えてきます。そして2本目はクリスマスローズの楽しみ方、13時から13時半、花郷園私フラワーアテンダント野口貴子、世界中を各国旅してきていろいろな造形がある私がクリスマスローズの楽しみ方をさまざまな角度からご紹介させていただきます。そして3本目、クリスマスローズの植え替え株分け方法、こちらは横山園芸の横山直樹さんのご担当で14時から14時半でございます。クリスマスローズの育て方もしっかり、植え替えっていうのもとても重要なところになりますので、これをご覧いただければクリスマスローズが育てられる、植え替えもできるという必聴のセミナーでございます。そして4本目はクリスマスローズの寄せ植え、これは15時から15時半となります。日本クリスマスローズ協会理事の野田和子さんという大変美しいマダムにご担当いただきます。吉田さんのお作りになられる寄せ植えもとてもエレガントで素敵なんですね。こちらのセミナーをお聞きいただければ、クリスマスローズをこんな風にして楽しめるということがお分かりいただけると思います。2日間ともにこのお時間で無料のセミナーを朝から夕方まで開催しておりますので、クリスマスローズを育て方が分かる、全てが見えてきて日々の暮らしで楽しめるという、そういう販売だけではないクリスマスローズを普及したいという日本クリスマスローズ協会の無料セミナーでございますので、ぜひお出かけくださいませ。皆様のお越しをお待ち申し上げております。